加藤翔平は埼玉県加須市出身のプロ野球選手。宇藤亮太。中日ドラゴンズ所属。野球を始めたのは小学校2年から。加須市立三俣小学校時代は陸上競技やサッカーなども同時にやっていたが、父からの陸上より野球の方が面白いという言葉で野球に専念することに。小学校時代は三俣タイガースに、加須市立昭和中学校時代は加須シニアに所属。その後、野球と勉強をしっかりとやって、公立高校で私立に勝ちたいという思いから、春日部東高校へ進学。一年夏の県大会後、当時のコーチからの勧めで左打ちにも挑戦。コーチからの指導と、人一倍の練習量と練習時間で、約1ヶ月後の練習試合では早くも安打を打つなど、左打ちを自分のものにした。俊足という武器をより活かせる、両打ちとなることで、プレーの幅は大きく広がり、本人もこれが自分の野球人生で大きな節目になったと語っている。2年夏は先発メンバーのうち5人が 1.2 年生というチームで3番を打ち、25打数13安打の大活躍を見せたものの、県大会ベスト8。主将を務めた3年の夏は県大会3回戦敗退。甲子園出場はなし。高校卒業後は、上武大学ビジネス情報学部へ進学し、硬式野球部に入部した。1年の春からレギュラーとして活躍。11月の第40回記念明治神宮野球大会では、関東5連盟第1代表として出場。初戦の関西国際大戦では、1番センターとしてスタメン出場し、第1打席で本塁打を打っている。この時、プロ入り後に、チームメイトとなる、増田直や松永貴弘と対戦している。準決勝では、明治大学に4から5と逆転勝ちしたものの、決勝で、小石弘隆擁する立正大学に0から2で敗れ、準優勝となった。関高新学生野球リーグで3年の春季から3期連続で、外野手ベスト9を、4年の春リーグ戦では、最多盗塁賞を、秋リーグでは、打点王を獲得。4年時は主将を務めた。リーグ通算成績は4年間で通算出場90試合、107安打、7本塁打、51打点、打率322。2012年ドラフト会議にて千葉ロッテマリーンズから4位指名を受け、11月27日に群馬県伊勢崎市の上武大学伊勢崎キャンパスにて仮契約を結び、アピールポイントの足を生かして、まずは一軍に上がりたいですと抱負を述べた。契約金4000万円、年俸1000万円、背番号は65。2013年は開幕は2軍で迎えるもイースタンリーグで打率33、4本塁打を記録したことから太ももを負傷した角中克也の穴埋めとして5月12日に初の昇格を果たすと同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で7番。右翼手でプロ初の先発出場。3回裏のプロ初打席で永井玲の初球を振り抜くと、右翼席へ飛び込む先制ソロ本塁打となった。初打席本塁打は、同年3月29日のロペス以来、史上54人目。初球に限れば2001年5月1日の称号以来、史上7人目。さらに、新人に限れば1950年5月10日の塩瀬聖堂以来、史上2人目。塩瀬は投手だったため、史上初の新人野手によるプロ初打席初球初本塁打となった。この試合では、猛打賞も達成しているが、デビュー戦で初打席本塁打を含む猛打賞を記録したのは、駒田徳弘、稲葉篤紀以来、史上3人目。フレッシュオールスターゲームでは6回西2塁の場面で、本塁打を打つなど、3安打2打点の成績で MVP を獲得。クライマックスシリーズの西武とのファーストステージ第1戦では CS 初打席となった8回に3点本塁打を打った。シーズン公式戦とポストシーズンの両方で初打席初本塁打は日本プロ野球史上初。イースタンでの成績は打率335、本塁打8、打点38。盗塁はリーグトップの26盗塁という成績で、日本野球機構2013年度表彰選手の最多盗塁記録で表彰された。2014年は2年連続で開幕1軍を逃したものの、4月1日にシーズン初の1軍登録。打撃不振で4月13日に登録を抹消されたが、2軍での調整中にフルスイング重視の打撃フォームへ戻したところ、5月13日に再登録を果たした。セパ交流戦の開幕カードにあたる5月20日の対東京ヤクルトスワローズ1回戦では、6回裏に代打で右打席から二塁打を打つと、そのまま中堅手として出場。6から6のスコアで迎えた延長10回裏にし、1・2塁の打席で、左投手の久保健太郎から、自身初のサヨナラ本塁打となる3点本塁打を、右打席で打った。NPB の一軍公式戦において、初打席で本塁打、及び2号本塁打がサヨナラ本塁打となった日本人選手は加藤が初めて。外国人選手を含めても、チームの OB であるフランク・ボーリックが1999年に記録して以来、2人目の快挙であった。さらに、翌5月21日の同カード2回戦で、7番中堅手としてスタメンに起用されると、第1打席で、左投手の石川雅規から、右打席で3点本塁打。2試合をまたぐ格好で、自身初の2打席連続3点本塁打を記録した。チームも、この本塁打をきっかけに、前日と同じスコアで勝利。そのため、加藤は、試合後に、2試合続けて、ヒーローインタビューを受けた。5月29日の対広島戦では、5回表に、前田健太から、プロ初的自打を打った。2015年は、ファームで、イースタンリーグ最多の122安打、細谷圭に次ぐ2位の49打点、打率は、青松隆碇、細谷に次ぐ3位の288を記録したが、一軍では21試合の出場にとどまった。2016年は開幕を2軍で迎えたが、4月29日に一軍に昇格し、左内腹斜筋肉離れで離脱した荻野貴に代わり、中堅手として出場。6月は21試合で打率343と結果を残したが、7.8 月は打率177と急降下。8月19日に登録を抹消された。最終的に80試合に出場し、打率245、0本塁打、12打点という成績を残した。2017年は初めて開幕を一軍で迎えたが、打撃の調子が上がらず、5月3日に出場選手登録を抹消された。しかし、6月18日に一軍に復帰すると、それ以降は打率280、4本塁打、23打点、7盗塁という成績を残した。最終的に自己最多タイの98試合に出場し、打率、本塁打、三塁打、盗塁等で自身の記録を更新した。オフに背番号を10に変更した。2018年は3月30日の楽天との開幕戦に9番、右翼手として初の開幕スタメンを勝ち取り飛躍を期待されたが、6試合で打率188と結果を残せず4月7日には登録を抹消された。5月8日の一軍復帰後は、同12日の西武戦で4安打4打点の大活躍をしたが、好不調の波が激しくたびたび2軍落ちを経験。最終的に69試合に出場し、打率231、0本塁打、9打点と前年の成績を大きく下回る結果となった。2019年も3月29日の楽天との開幕戦に2番右翼手として先発出場。第1打席に岸孝之から1号右越え本塁打を打ち、開幕戦の勝利に貢献した。その後も4月6日の福岡ソフトバンクホークス戦では2打席連続本塁打を打つなど、8試合でキャリアハイの5本に迫る4本の本塁打を打ち、打撃でも好調な様子を見せていたが、4月11日のオリックスバファローズ戦の第5打席から18打席連続で出塁できず、先発出場の機会が減り、代走や代打、守備で出場することが増えた。5.6 月は18試合の出場で15打数、無安打に終わり、6月17日に出場選手登録を抹消され、その後は 1.2 軍を行き来した。最終的にこの年は、ルーキーイヤーを除くと、キャリア最低の打率202に終わり、本塁打も開幕8試合で4本塁打を打って、以降は0本に終わった。2020年は開幕を2軍で迎えた。2軍では結果を残していたが、荻野、マーティン、角中勝也、清田育弘、岡大海に加え、ソフトバンクから FA 権を行使して移籍してきた福田周平、育成から支配下登録された和田康士朗の台頭により、一軍の外野手の枠が開かず、昇格できずにいた。しかし、荻野、福田の離脱により8月29日に初昇格。同日のオリックス戦で7番、左翼手として昇格即先発出場。9月4日からの首位を争っていたソフトバンクとの直接対決3連戦では、すべてに1番中堅手として先発出場し、3戦連続得点を挙げ3連勝に貢献するなど、19試合で打率302、12得点を挙げる活躍を見せたが、腰の張りの影響で先発出場できない試合もあり、9月25日に荻野の復帰に合わせて、出場選手登録を抹消された。10月6日には荻野、角中、清田ら、ロッテの複数の主力選手が新型コロナウイルスに感染したことが判明し、彼らの代替選手として10月13日に再び一軍に復帰したが、荻野の復帰に合わせて10月19日に再び出場選手登録を抹消され、そのままレギュラーシーズンを終えた。最終的に出場試合数はキャリアで2番目に少ない22試合に止まったが、打席に入った21試合すべてで出塁する活躍を見せ、打率もキャリア最高の300を記録した。ファームイースタンリーグでは50試合に出場し、打率345を記録して、初のイースタンリーグ首位打者を受賞した。2021年も開幕を2軍で迎えたが、34試合で打率369、4本塁打と結果を残し、5月18日に1軍昇格。1軍では20試合に出場し、打率220、1本塁打、2打点の成績を残していた。2021年6月15日に加藤匠馬とのトレードで中日ドラゴンズに移籍することが発表された。背番号は52。同じ球団に加藤翼が所属しているため、スコアボード及び報道上の表記は加藤翔と表記される。リーグ最小の33本塁打、183得点と得点力不足に悩まされ、平田良介、マイク・ガーバーなどの外野手が低迷している中日の補強ポイントに合致した。加藤は、まずはバッティングでアピールしたい。と中日での入団会見で話し、同会見に同席した監督の与田剛はスイッチヒッターでパンチ力がある。トータルでレベルの高い選手だと思うと話した。移籍直後の試合となる6月18日の対ヤクルト戦では8番右翼で即先発起用され、3回表の移籍後初打席では石川雅規の投じた初球を引っ張り、左翼席へのソロ本塁打を打った。2球団での初打席の初球本塁打は史上初の出来事である。また、チーム移籍後初打席での本塁打は寺田陽介以来2人目である。走攻手の3拍子が揃った強打者。ストライドの大きい走塁で50メートル走 5.68 秒の俊足、遠投120メートルの強肩を備えるなど、身長183センチメートル、体重84キログラムの恵まれた体格からは、驚きの俊敏性を見せ、高い身体能力とバランスの良さは、天性のものと評されている。打席での勝負強さがあり、スイッチヒッターとして左右どちらの打席からも強い、打球が打てる。2016年は、右打席のみで行こうとしていたが、立山翔平の言葉で、スイッチヒッターを継続した。愛称は、翔平、ホース。座右の銘は、おかげさんで、東京ディズニーランドが大好き。好きなキャラクターはドナルド。父親はやり投げで国体9位、母親も陸上短距離で国体出場経験を持つ両親譲りの高い身体能力の持ち主。中でも自慢の俊足は小学校の通学中、片道2キロの道のりを電柱間で全力疾走するというインターバル走で脚力が鍛えられた。憧れの選手は新庄剛志。小学校時代、所属していた野球チームの名前が三俣タイガースだったこともあり、当時阪神タイガースで活躍していた新庄に憧れるようになり、新庄のトレードカラーだった赤色を自身のリストバンドやグローブ、肘当てなどの道具類にも取り入れている。父親曰く、野球に関して弱音を吐くことがほとんどなかったという真面目な努力家。埼玉市内の選手寮に入寮の際、野球に集中するためという気持ちから、大学の部屋にあった200冊以上の漫画本をすべて置いてきたという。2016年7月15日に3月に結婚していたことを発表した。ありがとうございます。